羽黒山の宿坊四国八十八箇所霊場第二十三番霊場役王子の宿坊宿坊宿坊は主に仏教寺院や神社などで僧侶やうじ子、孔、参拝者のために作られた宿泊施設である僧侶専用の施設は僧坊とも言う本来は僧侶や参拝者のみに特化した宿泊施設だったが現在では一般観光客も 積極的に受け入れる施設も増加し、それに伴い設備やサービスの拡充の傾向が見られる。高野山副知院のように天然温泉を引いた露天風呂を併設する寺院もある。本来は僧侶のみが宿泊する施設であったのだが、平安時代の寺社三景の普及により、貴族や武士、さらには一般の参詣者も宿泊させるようになり、運営者も 僧侶から寺院周辺の半層半属の経営者に移っていった。江戸時代になると、お伊勢参りやコンピラ参り、全校寺ものなど、寺社巡りが大衆化した。各地の大寺社には、宿坊が整備され、一般の参詣者や観光客を止めるようになり、特定の地域と特定の宿坊が結びつくなど、一種の観光事業を形成した。近年では、 高野山宿坊などでは、上質さを競う傾向も見られ、露天風呂を設置した宿坊も見られる。一方、四国88箇所の多くの寺院では、巡礼者のために宿坊を直接営んでいる。ほとんどの宿坊では、宿泊者に対して、朝のお勤めとして、住職の講話などを行っているが、任意参加の形式のところが多い。また、一部の寺院では、 現在も直接宿坊を運営するところがあり、比較的安価な宿泊料金で、精進料理を味わうことができる。全寺においては座禅も体験することができる。なお、一部の宗派の総本山、または本山となっている寺院の宿坊を兼ねている寺院では、その宗派に所属する僧侶、信徒のみが利用できるものもある。所属寺院から発行される証書を持っていることが、 宿泊許可の条件とされる。AB、宿坊とは。和空。2021年7月31日へ閲覧。AB、天然温泉。福知院。2021年7月31日へ閲覧。ありがとうございます。